RX77-4 ということになりますね。はい、4だから4なのか。うん、まあこのパッケージもなかなか素晴らしいですね。イラストレーター by 健一しばしさんですね。前の、ザック Z タイプもこの人かな、しばしさんですか。はい、ということで開封します。ビビビビダン、はい、こんな感じですね。さあちょっと早速取り出していきます。はあ、これもちっちゃい頃作った記憶はあるんですよね。子供の頃ある。あ、全部真っ白なんでね、はい、ちょっと開けていきましょう。開けていきましょう。まあ改造の方法はもうこれまでとそう変わらないんですけども、あのやり方でやっていきます。まず組み立てていってかな。デカールが付属していますね。ちょっと白飛び気味か。はい、デカールが付いておりました。こちらはねちゃんとあるんで使いたいと思っていますか。と顔がねごついんだよね。うん、まあやってみるか。足のパーツなんですけども、接着するとちょっと後の改造が面倒になるかもしれないので、もうここはですね仮組みで、マスキングテープを使うオーソドックスな仮組みのやり方でねやっていきます。ほんとオーソドックスなんですけども、で二度とね元戻らないっていうのは面倒なんですよね。あの接着するとですね戻せなくなる、で改造するのが億劫になるっていう、ああこうしとけばよかったとかっていうふうにあってなるんですよね。なるべくそれを防ぐために、まあよし、でこうやってですねパーツをぴったりくっつけた状態で貼ってやると、まあまあ接着はしないんだけど、まあまあの強度が出ます。で、あの強引にやるとビリッと破れて外れますんでね、それはちょっと気をつけなきゃ。いろんな塗り方で筆塗りの楽しさを味わいたいわけですね。いけるかな。足できた。接着剤を使わないので結構スピード速く 超速でいけてますよ。バックパック完成です。結構複雑な形してて貼り付け貼り付けで面白い。はい、これはね差し込み式で現代風ですね。現代風、今っぽいではなかったんで、これをここにくっつけてやって、でさらにこれを頭の中のこう軸のところにね通してやると、そうするとこうですね。でここは接着すると、あ、回転はできるっていう、そういう寸法ですね。はい、となります。使いますか。定番ですけど、うちの定番とゴム粘土でとりあえず形をつなぎ止めておきます。ただこれあの横に予備断層がこういう感じで取り付けられる、ファイヤーナッツってやつかな。はい、
こんな感じですよ。でこれちょっと写真に撮ってバランスを詰めていこうかなと思います。はい、で今ね、これですね、ガンキャノン2を作っているところなんです。素組みがね、で素組み終わったらこんな感じです。これ写真に撮っているわけなんですね。何をしたいかっていうと、これはもう非常に大変ヘンチクリーンな結果ですよ。あの素組みのままだとね。で何を改造しようかっていうふうに、まあ、考えたわけです。まあ改造っていうか、いやまあキューキットならキューキットらしくそのままで終わらせた方がいいんじゃないのとかっていうふうに考えなくともなかったんですけれども、一応まあちょっと格好悪すぎるでなんとかしようかなと思った次第です。でまずこれを見てね、まあちょっと嫌だなと思ったところをあのペイントソフトでまあちょっと、バランス見ながらちょっとあの改造の計画を立ててみたんですよね。でまずはこの足の長さが短い、でここも短い、で胴体のここの部分、ここからここまでが短い、だからここからここまでの肩幅が広すぎなんですよね。まあ細かいディティールはちょっともう無視してやっていきますけれども、そんなこんなのその刀身の変更っていうかね、ここから要はここまでの高さが、まあ、寸詰まりなんですよ、すごくね。まあコミカルで可愛いらしいかもしれないけれども、はい、ということでこれをですね、改造、画像の上でねちょっと改造してみました。改造でこんな感じです。ということでまあこんな感じでですね、刀身を変えてみました。何を変更したかっていうと胴体を真ん中でちょっと幅を詰めています。ここの部分をですね、カットしてやることでちょっとこちら寄せるようにしました。で腕の取り付けの位置を少しこちらに回しています。で、足をこの辺りで2ミリ、この辺りで4ミリぐらい、4-5ミリ、トータルで多分1センチぐらい伸びるんですよね。でここの高さをこう合わせますと、ほらこれぐらい上がりますね。で、首の位置がちょうどお腹の、おへそよりもちょっと上かな、の中心部分に来るぐらいになっています。赤い線でね引いてあります。で、頭部の頭頂部から横を引くと、まあ、ちょうどお口のところぐらいだから、多分ね1センチか2センチですね、2センチは多分伸びてると思います。要はまあ片っぽだけね、あのちょっと伸ばしてやって、そしてそれをコピーの反転して両方合体させた写真がこれになります。ということでうん、まあ足の長さはこんな感じでね。でここの部分は設置はまあまあ綺麗にいってるかなと思うんですけれども、付け角とかもちょっとだけは変更すると思うんで、やはりあの方法で、いつものようにねやっていこうと思っています。若干あのこれはね、あのアップやらこの爪やらのそれだけなんですけども、例のあのレジンブロックをもう大量に欲しいと、大量っていうほどでもないけど、まああった方がいいなっていうふうに思うんですよね。ブラバーの積層でもいいと思うんですけれども、私も結構この作業ばっかり今やりまくってんで、まああってもいいのかもしれないとかっていうふうにね思い始めたわけですね。はい、このね、このサイディング系っていうのかな、筋がいっぱい入ったこのプラ板ですね、これも同時にカットして、1センチ1センチで、ここに貼り付けてやろうと思います。いやいや、はい、このように原型が出来上がりました。さあ型枠、まあこれぐらいあればいいかなと思います。スコヤでカットした、まあいいか、はい、よいしょ、カットしました。関係ないですからねこいつはね、どうでもいいです。位置的なものをちょっとこんなところかな、フレンドリっていうのがあって、それで貼り付けるのがいいと思うんですけど、
はい、モノ GP クリアですね。こちらを使って貼り付けていきます。これ大事ですね。うん、はい、ではね、硬化しましたので剥がしてまいりましょう。まあまあ、これは単にレジンブロックが欲しいだけなんでね、使えるもの作っていこう。はい、ちょっと大きいな。まあこんな感じでレジンの棒ができました。ちょっと取っていきますね。ベロッと、はい、気泡も入らずうまいことできてますね。できれば2面型の方がやっぱ綺麗だとは思うんですけれども、まあ十分でしょう。中に入れるブロックですからね、単なるね。これうまいこといけばこうピタンとこうなるんですよね。まあいいんですけど、はい、まあ、そんなこんなで、こんな感じで作りました。はい、こうなってるのは何でかっていうと、もうすでに、カットしたものがここにあります。こんな感じで。で、このブロックがね、2ミリで穴を開けて、で、アルミ線を通してやれば関節になるという、もうただそれだけなんですよね。で、まあ、古い旧キットの場合は特に、そういうやり方が有効だと私思ってますので、どんどんやっていこうということなんですよね。ちょっと白飛びしていくかな。で、これ邪魔なものはもう取り除こうと思います。で、ニッパーでですね、もう早速始めていきますね。あ、そうだな。作ってあります。どこをどれぐらいの感じで伸ばすかっていうね。これすごく大きいんで、実物とはちょっと違いますからね。で、このあたりで伸ばす。このあたりで伸ばす。お腹で伸ばす。ここを幅を詰めるというふうな、まあ、目印にしてあります。で、まあ、足は、フットパーツはあんま関係ないので、もうここでくっつけちゃっていいかなと思ってるんですけれども、まず、レジンブロックですね。は、もう、ここの中に、貼っつけちゃおうと思います。外に、瞬着を、ニュッと、出しておいて、で、ですね、もう先に、もうくっつけちゃいましょうね。半分で、こっちから半分は普通の接着剤で使います。タミヤのこれですね。どう使うかっていうと、まあくっつきがいいんですよね。強力なのは確かなんですよ。で、2ミリ線でやると案外ね、パワーを使うんで、力を使うんでですね、ねじりの力が発生するとなるとですね、やっぱ瞬間接触でペキッと割れちゃうんですよね。そういう理由があります。で、動画にするとね、最近ちょっとまとめてるんで、短い動画を数で売ってるんじゃなくて、長く作業したものを短くってやってるんで詳しい話してないんだけどね。はい、で、ここに中にレジンブロックがね見えてると思うんですけども、あそこは厚みが5ミリ、約5ミリのレジンブロックがあそこにありますので、あそこに穴を開けてやれば OK ということです。ということで、反対側の足の方もね、いや、これは比較のために置いときましょうか。次こちら行きましょう。